うおー、すげえ人来てる大人気だもう結構映ってなくなってきたもんね。あと何だと思う？あと何をさ、足せばさ、いいと思う？病院と消防署と、なんだっけ、警察署以外で。何を彼らにあげればいい？あとは公共交通機関あげたらだいぶ変わるんだよな。公共交通機関あげたら変わるんだけど、それもなしな気がするんだよね。彼らに空港で人入らせるのはありか。あ、空港で人入らせるのあるんじゃね？気持ち、あ、だよな。俺もそう思ってた。気持ち、気合、パッションだよな。やっぱり最後はな。サウナはダメだろ。サウナは病院と同義でしょ。こっそり一個だけ貨物じゃない空港入れるとかね。地球自足型住宅。やばい、悪魔の言葉が見えた。いやー、自給自足型住宅はまずいな。そう、諦めない心。それが大事だよな。分かってきてるじゃん、みんな。そう、結局そうなんだよね。諦めない心なんだよな。もう俺、意地になっちゃってるからね。意地と意地のぶつかり合いよ、今。どっちが勝つかよ。でも、この中10万人行った時の感動はまたひとしおなんですよね。ねえ、そう、空港建てたらさ、そう、上と下で行き来できちゃうんだったらやめた方がいいんだよな。それ、外からしか来ないんだったらいいんだけどさ、違うよな、確かな。ん？空港は都市外だけ？本当に？国際空港ならいいんじゃん。でも1個しかこれ建てらんねえよな。え、この1個下に上げるの？さすがに上げらんなくない？しかも、この辺全部止めたら全然乗客数減っちゃった。困ったね。ディズニーの収益下がっちゃうな、これ。入る一方通行にすればいいのか。あー、なるほどね、なるほどね。そうしたらいけるな。そうしたら、まあ、最悪上の人が下に来ちゃうかもしんないけど、あー、島内間の便は飛ばないはず。そう、国というか街の間で飛行機が行き来しないんだったら、めちゃくちゃありなんだよね、飛行機を入れさすのは。一回試してみっか。で、かつ、外に出ないようにやろう。飛行場を建てて、あ、国際空港もう一個建てられんだ。国際空港建てたところでだな。こんなでかいのいらないよな。この辺に建ててみるかな。ここ建ててみるか。一通も別にしなくていいな。この辺に建てて、ドーンと建てて、道路で、じゃりんこ道で、ここつなごう。ちょっと立ち退きお願いします。ありがとうございます。さあ、交通の便が良くなるのか。さすがに空港の周りは、ツリーズだけ消そうかな。これは燃えたら困るから、ちょっと、ここの人たち、ラッキーだったね、空港立ってね。うるさいかもしれないけど、火災からは逃れたよ。おめでとう。うおー、すげえ人来てる大人気だちょっと待ってよ、これ、一発目の行き先気になるところだよ。これ国外逃亡するのか、彼らは。これ国外逃亡者たちか、こいつらは。場合によっては閉鎖するぞ。早く飛行機出てこいよ。すげえ、こいつら国外逃亡か？国外逃亡だったら処すぞ。あ、すげえ、人口一気に2000人増えたぞなんでうわ、すげえ！空港効果やば！めちゃくちゃ人増えたんですけど。でも飛行機飛ばないけど。なんで、あ、来た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 。ちょっと待って。これお前どこに行くの？タキシング中、タキシング中。わかったぞ。タキシング中。お前の行く場所どこだ？絶対お前絶対逃がさねえからな。うわ、2機目が飛んだ、2機目が飛んだ。どこ行くんだろう？離陸中でしょ？キュイーン。え、国外逃亡どこ行くんだろうみんな楽器ケースに入ってるぞ。アマラー。どこアマラーって。あ、国外逃亡だ。国外逃亡ならいいや。国外逃亡なら許す。こいつはサンタクルス。あ、大丈夫そうじゃない？みんな国外に逃亡するわ。いや、いいのか、これ。あいつらを自由にさ、あ、でもそういう意味ではさ、あれだよな、港からも別に国外逃亡できてたから、それ飛行機だけダメにするのは、ちょっとお門違いだよな。お、これどっから来たの？所有者サンタクルス。あ、これ貨物空港か。関係ねえや。お、いいじゃん、いいじゃん。意外といい感じでしょ、これ。すっげえ飛んでるけどね。ちょっと何回か見とかないと怖いな、これ。さあ。ほら。あ、意外とみんな国外逃亡してるわ。健全だったわ。神様タウンになんか行かねえわ。よしということにしようか。めっちゃみんな歩いてくるしな。鬼のように歩いてくるぞ。これ10万人。これね。これ10万人すぐ行くぞ、これ。だってここにさ、あともう2、3個建てるやつさ。10万人いっちゃうぞ。みんなやっぱ外に出たかったんだな。でもさ、これで労働者が減ったかっていうと増えてるんだよな。レゲエパンチョほら2900人になってるから増えてるんだよ。なぜか人が外に行くと人が増えるんだよな。どういうシステムなのかわかんないけど。あ、どっから来たのこれ。あ、着陸中だからもうわかんねえ。6人しか乗ってないけど。35人しか乗ってない。出る人200人マックスで詰まってるのに。あ、でも街の中での輸送はしてないから、これは OK だね。OK です。大丈夫。なんでこんなにみんな国外行きたがるんだろうね。不思議だね。こいつもちゃんと見とこう。あ、0人だ。人気ない路線だ。126人。あ、夢と希望に溢れて子供が増えた。いいこと言うね。なんか、俺もなんか今夢と希望が増えたわ。ほら、ロスリコ行くでしょ。こんだけ見て、自分の島の中で移動しなかったら OK でしょ。うん、大丈夫。じゃあもう一個立てよう。味しめちった。味しめちったぞ、これ。俺にこれを持たせたらもう、今の資金力使ってもうバンバンよ。味をしめたバンブーになりました。水を得た魚とはよく言ったもんだね。もう一個ここに置いていいんじゃねえか。ほら。いいでしょ、ほら。ちょうどいいじゃん。で、ここに道路はわせよう。こう、ちょっと立ち退きお願いしまーす。よーし、いいなー。味しめバンブーだろ、今日は。結局空港ってか、まあ、外から入るっていうか、外に出たかったんだな、みんなな。本当は、あれなんだけれども、まあ、外行って出稼ぎしてくれて、うちに税金納めるんだったら、まあ、なんなら、あれよ。優秀な維持費の民よ。人口ぐんぐん伸びてるわ。うわーって言ってる。空港だーって。ちょっと待って。行き先、高校医療センター。あ、ダメだ。え、こいつら、高校行くの？どういうことなのこれ。ん？高校行くけど、こいつちょっと見張ってていいか？ちょっと待って、これ、やっぱり禁止にしなきゃいけないかもしれない。この人たちなんか、島内で移動しようとしてるわ。行き先、いわゆる、無職、いわゆる会社。そうだよな、おかしいよな。こいつらちゃんと見張んないとまずいな。いや、おかしいぞ。これやっぱダメかもしれない。外国行って、外国経由して向こうに入ってきてるんじゃねえか？どういうこと？あ、来た来た。この飛行機は？そうだよな、これ乗ってるよな。ちょっと見続けるぞ、これ。彼らはどういう移動をしているのか見よう。え、行くふりしてたのもしかして。あっちの国に行くよ。やっぱこっちーってやってたのこれ。え、だとしたら許されねえぞ。あ、でも外国出るよな、これな。いや、病気だから、あ、これまずい？え、どこ行くのこれ。なんか、変な動きしてるけど、これ何？え、どこ行くんだろう。あ、普通に外国行っちゃうよね、これ。ん？あ、なんか降りてきてるぞ。あ、外国行くわ。え、どういうこと？ちょっと待って。こいつ、ナージャフ行くぞ、これ。外国行っちゃってる、この人。え、電車間違えたん？やっぱ一回外国経由で、神様タウンに戻ってきてる説だな。地震マジやめて。今忙しいから。あー、そこダメだってだからおい、そこはダメだよ。ふざけんなよ。ダメなところだって、そこは。あ、いやー。もう一人確認必要だな、これな。これ、大不正なのでは？これ、医療センター行きなんだよな、この人な。本当に？おい。本当に医療センター行くんだな。別の国の医療センター行くのか？行き先って実は関係ないのかな？めちゃくちゃ不正な気がしてきた、これ。いや、ほぼ全員医療センター行ってるっぽいんだよね。あ、来た来た来た。ちょっと医療センターのさ、入ってる人たちも見ていくか。いや、多分港はね、行ってないと思うんだよね。あ、行ってんのかな？でも港はさ、上に港がねえから多分行ってねえような気がするんだよな。でもこの飛び方明らかに違うよね。うちの島に降りないよね。てか、一回止めて、こいつの行き先じゃなくて、ほら、ナージャフっていう謎の、ナージャフってこれ多分架空国だぞ、これ架空国。一回ナージャフっていう架空国に降りて、で、ナージャフから入ってくる飛行機がいるんだろう。嘘だろ？医療センターどうなってる？患者数1だよ。あ、患者数1だから、入っては来てないんだろうな。だからバカだから、飛行機の乗れば医療センター行けると思って乗った奴らが、結局たどり着かないってパターンなんだろうな。なんかうまくは言ってるというか、なんか人が消えていってるはずなんだよな。ちゃんと普通に常識で考えると、多分人は減ってると思うわ。外国に取られてる。なんか、結局謎が深まるばかりなんですが、なんか、腑に落ちねえな。結局 OK か青とか微妙なラインになっちゃったもんね。かなりグレーラインだぞ、これ。なんか黒寄りの白だよな、これ。カムイサマータウンに着陸する飛行機は、ちょっと待ってな。そうだな。これ見てこうな。これナージャフだったら、ナージャフだったら黒だよな。これ貨物空港。わかんねえぞ。あんまりこっちに着陸してるわ。ジェット機着陸。ここは着陸。あー、わかんなくなっちゃうな、これ。目的地空港。どっから来たかはわかんねえわ。あ、これ国際じゃねえからか。え？国際じゃないからここ入ってきちゃってるってこと？これじゃあ止めるしかないじゃん。これ止めよう。これ止めればさ、みんな使わなくなるんじゃない？あれ？島内便してたの？島内便なのかなあれ。ここだけ止めるか。とりあえず、これなんか怪しかったからな。ジェット機、目的地、空港。あ、これ外から来てね。外から来てるやつみんなだってどっから来たか言ってなくない？国際空港。ほら、言ってないじゃん。じゃあ、外から来たのは、どっから来たか教えてくれないんだよ。あ、ナイス。上の空港全部止めて、で、あいつらがみんな動かなくなったら黒だな。そうだな。そうしよう。それが一番わかりやすいわ。これでもみんなまだ出ていくんだったら、ちょっと時間かかるけどな。これ黒かもしかして。さあ、君たちは薬局。あ、空港じゃないよね。ここ歩いてる人みんな空港だと思ったけど違うのね。あれこれ黒じゃね？これ黒じゃね？急にみんな乗らなくなったっしょ。これ黒じゃない？これ黒だろほら、明らかにさ。あ、まあでも入ってる人はいるけどな。これ黒だなあ、黒でした。これダメだね。やっぱナージャフ経由で来てんだろうな、みんな。なるほど。全然利用されなくなったもんね、急に。露骨に誰も入らなくなったもんな。あ、でも、ドラッグストア。最寄り。最寄り。そうだね。上動かして、様子見て、またわーって人来るようになったら下止めよう。下は全部止めよう。もうこれは真っ黒だわ。はい、オンにしたよー。みんなおいでー。単にな、利用者がこのタイミングで減っただけかもしれんからな。あ、黒だ。黒だ。これ黒だ。完全に黒だ。これはあははは人通りだって全然違うもんああ、真っ黒だ。真っ黒だね、これ。真っ黒だわ。よし。あはは、超ブーイングふざけんなよ、マジでって。ああ、漆黒でしたね。オッケー。このままにしておきましょう。本当に増えない理由がめちゃくちゃ分かったね。ここ多分道路でつなげばすごく人口増えるんだろうね。いやー、医療も受けられるし。いやー、彼らは、俺にバレないように外国を経由してから神様タウン行ってたんだね。まあ確かに稼いではいるからな。お金はあるんだろうな、飛行機に乗る。よし、空港はなしだな。空港はなし。で、多分港は、これ港で出てって、もしかしたら飛行機で来てるかもしんないけど、直接港から、神様タウンには行けないから、そういう意味では使われてないんだろうね、あんまり。外に行く人ってあんまりいないもんね、さすがにね。うん。OK。いや、今回空港の仕様が知れてよかったね。前向きに考えるならば。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。動画が面白かったら動画の高評価、チャンネル登録をお願いします。あと、Twitter で配信の告知などを行っております。概要欄に URL がありますので、そちらからフォローお願いします。以上、お疲れ様でした。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。